白鳥振動は、北海道室蘭市にある国道37号のバイパス道路である。通行無料の自動車専用道路になっている。第1期区間のジニア畜活館が開通している。第2期区間となる畜津入江町館は、入江高架橋が開通しているが、残りの区間は事業化に至っていない。白鳥振動1982年の都市、計画決定後、第2期区間については、 白鳥大橋の開通後の利用状況を見て判断するとされてきたが、室蘭市の産業衰退や人口減少、道路事業を取り巻く状況の変化などで事業化の目途は立っていない。2004年には室蘭市が縮屈ランプから築地ランプまでの本線延長へとより現実的な内容に切り替えて国に要望した。2005年には 当初の都市計画の変更も視野に入れた白鳥新道、全線の整備へと要望内容を変更。2007年には6回の市民ワークショップで出された意見による提言書を室蘭市長に提出して、これまでの計画にとらわれない道づくりを求めた。その後、白鳥新道、幹線道路建設促進特別委員会により、市が整備案を提示し、大幅に事業費を縮小して、 縮屈ランプ端から降下2車線で築地臨港道路に接続する案がまとめられた。2011年度北海道開発事業費では白鳥振動の調査費が計上され基本計画や実施計画策定に向けての情報収集を行った。前線室蘭市内。縮津ランプに近接している臨港道路縮津へと線沿いには道の駅見たら室蘭、私立室蘭水族館、 室蘭温泉ゆらら、エンルムマリーナ、室蘭などがある。交差する道路、ありがとうございます。